松岡弘隆は日本の政治家、民主党所属の元衆議院議員、兵庫県天ヶ崎市生まれ、酒屋の一人息子として生まれ、幼少期から店番や酒の配達を行っていた。地元天ヶ崎市立名の松小学校に入学、勉強はあまりできず、店の手伝いが好きな少年であった。親戚に報徳学園出身者が多いことから、報徳学園中学校、 高等学校に入学、中高一貫して、法徳学園小林寺憲法部に所属した。高校生の時に、父が高いをして、母子家庭となり、酒屋を継ぐが、小売主犯の免許制度改正、大店舗法改正などの法律によって、酒屋のような小規模小売店や商店街が疲弊していく姿を目の当たりにし、その時、地域経済の活性化、 母子家庭でも伸び伸びと育つ環境を実現したいと政治の道へと志した。2001年に立命館大学に入学。立命館大学経済学部在学中よりイベントサークルを立ち上げ、北朝鮮拉致問題などに取り組んだ。また、在学中に民主党の学生部を設立し、選挙活動のボランティアを行った。2005年に卒業後、関西電力に入社。 法人営業部に勤務。民主党の様々な選挙に携わったことから、総選挙候補に推薦され、2009年の第45回衆議院議員総選挙に、比例近畿ブロックより出馬し初当選。当時最年少の国会議員となる。当選後は主に経済産業委員会、内閣委員会に所属している。経済産業委員会では、個人事業者が安心して事業に取り組めるように、 小規模企業救済法等に力を注いだ。また、インフラ産業、クリエイティブ産業の輸出システムの仕組みづくりに力を注いだ。また、内閣委員会では、例和7例で始まる自殺防止統一ダイヤルの実現化に関わった。中野関西国家公安委員長が立ち上げた、警察行政研究会の事務局長に就任し、警察庁と連携し死因究明に関する。 法律案などの議員立法にも関わった。原発事故の際には、電力会社出身議員として、原発事故対応も、総理大臣や党幹部にも、対応方法を提示したが、実際の事故対応にあたっての官邸の各所への過剰介入や情報の隠蔽など、危機管理能力の欠如が事態を、さらに悪化させたと後に語っている。2012年の、 第46回衆議院議員総選挙では引退した中野関西の後継者として民主党公認で大阪パックから出馬したが落選した。落選後は関西電力八木誠社長からの要請もあり復職し国際室にてラオスの水力発電所建設に従事している。その後再度国政を目指すことを理由に退職している。その後 アシア大学特任教授、一般財団法人日本アジア振興財団の代表理事に就任している。ありがとうございます。